せーの、愛媛、香川、徳島、高知、勝手に四国観光大使チャンネル。イエーイ。今日はですね、なんと私たち6人で人狼ゲームをやっていきたいと思います。おー、楽しそう。人狼ゲームやったことありますか、皆さん？ない。あります。ない。一人ないって誰も。もうね、ないの本当に。今まで何回もしようと思ったけど、分かんない。流れに乗っていけばきっと大丈夫だと思います。うん、オッケー。はい、そういうわけでですね、今日は私たち6人全員で遊びたいので、ゲームマスターを準備していただいております。ゲームマスターの方、お願いします。はい、どうも、ゲームマスターです。よろしくお願いします。お願いします。はい、では最初にですね、皆様の役職を割り当てます。では皆さん伏せてください。名前を呼ばれた方だけ顔を上げて自分の役を確認してください。はい、ではまずは中村さん、顔を上げください。はい、中村さんの役職は、はい、一回です。はい、次福田さん、福田さんの役職はこちらになります。はい、了解です。沖さん、顔を上げて、はい、沖さんの役職はこちらになります。はい、はい、谷口さん、谷口さんの役職はこちらです。はい、兵藤さん、兵藤さんの役職はこちらになります。はい、はい、榊さん、榊さんの役職はこちらです。はい、では今回の人狼の方、ちょっと目を開けてください。はい、今回この夜は誰も食べずに進めていきます。では目を閉じてください。では占い師の方、目を開けてください。占い師の方は今夜から誰を占うか決められます。正体を占いたい相手を紙に書いてください。はい、その方はこれです。では目を閉じてください。騎士の方、目を開けてください。騎士の方、今夜は守らなくて大丈夫です。ではおはようございます。朝になりました。おはようございます。おはようございます。では議論4分間開始です。議論を始めてください。おはよう。難しい。おはようございます。難しい。人狼一人だよね。人狼一人。占い結果を聞きたいですね。占い誰？占い師さん。はい。お、お、うん、え、でもなんかやばいんやけど。え、もう人狼見たってことですか？やられる。うん、もう、あー、なるほどなるほど。すごいね。そういうことか。なんか占ったら、うん、おきちゃんが人狼やった。なんか怪しいなって思って。ね、でもさ、こうやってさ、あおちゃんが占い師だとは限らんくない？他に占い師はいますか？はい。もう怪しい。それは怪しい。怪しい。それはダメだ。怪しい。おきちゃん、じゃあ誰占った？中村舞ちゃん。お、はい。は村人でした。おー、でも人狼は村人全員わかるから。そうだね、うん、そうなんですよね。全部 村人って出るよね。そう、村人って出ますね。決めた、決めました。決めた。はい、時間です。はい。ということで投票の時間になりました。本日村から追い出したい名前を紙に書いてください。では行きましょう。一斉に村から追放したい人の名前を画面に出してください。せーの。おきちゃん、あおいさん。ということで、村から追放されるのはおきさんです。さよなら。さよなら。村に平和が訪れました。ちょっと待って。やば。早いよ。
やばいなんだ。これ YouTube の企画としてはもう最悪よ。やばいね。なんもない。これ練習ぐらいの方がいいかも。確かに練習。人狼ゲーム第2戦ということで。はい。では夜のターンからやっていきます。この夜は占い師だけが一人占うことができます。では恐ろしい夜がやってきました。皆さん目をつけてください。占い師の方目を開けください。誰か一人を占うことができます。正体を占いたい相手を名前を書いて画面に見せてください。はい、その方は、はい、ってなります。では目を閉じてください。おはようございます。朝になりました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。では議論時間は4分間です。議論始めてください。じゃあ占い結果からどなたか教えていただきたいでございます。占い師です。占い結果は、占い結果はええ誰え、これって正直に言った方がいいんだよね。はいはい。占い結果を言ったら終わります。でもさっきの誰かがえ村人多い、やば。え、でも私も村人。時間です。占い何なんですか。誰か判でいくしかない。なんで、もう決めた。出したい人の名前を書いて画面に見せてください。では今日村から追い出したい人の名前を画面に出してください。お願いします。せーの。思った。葵ちゃん、まひちゃん、兵藤、くうかさんということで、今日村から追い出されるのは谷口さんです。バイバイ。悲しい。ということで、村に平和が訪れました。マビトチーム。めっちゃ。いやー、ゲームマスターさん、これどうするんですか。もう一戦やりましょう。やばいね。村内が優秀すぎますね、この村は。恐ろしい夜がやってきました。皆さん目をつむってください。占い師の方、はい、占い師の方は今夜正体を占いたい相手を名前を書いて画面に見せてください。はい、そちらの方でよろしいですね。こちらの方はでは目を閉じてください。おはようございます。おはようございます。おはようございます。朝になりました。議論の時間は4分間です。では議論を始めてください。いいですか、言って。Thank you. 私は占い師で、あかりんさんを昨夜占って村人でした。やったー、シロでーす。おー、おー、私も村人です。え、自分も。え、待って、村人が多い。怪しい。いますね、じゃあ嘘ついてる人が。まひちゃんはどう？私は。考え中やん。私は村人じゃない。おーおー、うん、空間は空間。私も村人。うん、私から言うと、あかりんさん村人で出て、うん、でもあかりんさんは何も言わないから多分村人だと思うので、あとの3人の中に裏切り者と人狼がいます。難しい。難しい。終わったの？時間になります。あ、投票の時間になりました。はい。皆さん、怪しいと思った人の名前を紙に書いて、はい。はい。では、いきます。今日、村から追放したい人の名前を一斉に画面に出してください。おきさん、あおいちゃん、あおいちゃん、くうかちゃん、おき、あおいさん。ということで、投票の結果、今日村から追放されるのは、兵藤さんになります。恐ろしい夜がやってきました。全員目をつむってください。では、まずはじめに、人狼の方、
そっと目を開けてください。では人狼の方、今夜食べたい村人の名前を紙に書いて画面に見せてください。わかりました。では続いて占い師の方、顔を上げてください。占い師の方は一人を占うことができます。正体を占いたい相手を、相手の名前を書いて画面に見せてください。はい、その人が人狼チームか村人チームかをお見せします。この人はこちらです。では占い師の方、目を伏せてください。では続いて騎士の方、目を開けください。騎士の方は自分以外の誰か一人を人狼から守ることができます。今日守りたい人の名前を紙に書いて画面に見せてください。はい、おはようございます。朝になりました。おはようございます。おはようございます。昨晩人狼からの襲撃がありました。昨晩食べられてしまったのは中村さんです。守ってもらってな。中村さんはこれから一切の発言を禁止します。はい、ではいきます。議論の時間は4分間です。議論を始めてください。葵さんはじゃあ裏切り者だったってことでいいんですかね。人狼かと思ったけど。あーそっか、やばい。じゃあ占い師がいなくなったから勘でいくしかない。え、私は結構あかりさんのこと信じてますよ。うん、私も裏切られてる、疑われてるなって感じ全くないから余裕ぶっかいてるけど。え、私が結構怪しいのは迷ってたまひなさんが怪しい。うん、どうやってわかるんやろこれ。おきちゃんは、あれ白なんですか。めちゃくちゃ白です。だから村人だからもう何も、なんだろう、他の人の情報でしか判断できないです。なるほどね。はいはいはい。お、はい。私人狼じゃないんだけど、ずっとおきちゃんが私のことを人狼にしてくるのかからおかしいと思う。なんか村人だから何も言えないんですよ。ね、ずっと。それが怪しい。確かに確かに。ほんまに怪しい。うちはまひなさんかくーかさんどっちかだと思うんですけど。いや。ということで、投票の時間となりました。今日村から追放したいと思う人の名前を紙に書いて画面に見せてください。はい。今日村から追い出したい人の名前を一斉にお出しください。せーの。マヒーナ、オキちゃん、マヒーナ、谷口。ということで、バリミンキャン。さんがめっちゃ裏紙だ。そう。村から追放されます。いや、どっちなんだろう。めっちゃ迷ったんですけど。迷った。再び恐ろしい夜がやってきました。ください。マジ？もう。生き残ってる3人は目をつむってください。人狼の方、顔を上げください。今夜食べたい村人の名前を紙に書いてください。はい。わかりました。では、おはようございます。おはようございます。昨晩の人狼の襲撃で食べられてしまったのは福田さんです。この村には人狼に対抗できる人数が残っておりません。ということで、人狼チームの勝利です。あれ？え、クーカちゃんが人狼よね。そうです。マジ？裏切り者だったよ。迷った。めっちゃ迷ったんですけどね。クーカさんとマヒナさんで。おもろかったね。え、面白い。なんか、わざと疑わせて、うん、人狼残した。賢っ。うまい。いやー、面白いな、面白い人狼ゲーム。で、マイキューがめちゃくちゃ人狼めっちゃ詳しいでしょ、実は。私、結構詳しくて。ね。なんか自分はそんなやらないんですけど、実況とか見てるから、あ、結構詳しいです。だよね、なんか、苦労とかが結構あった。また、確かに。一人だけね、この子はこうだから、こうで、こうで。またね、こういう企画も、撮影志向観光大使メンバーで、うん、ぜひぜひ、やりましょう。やりましょう。ね、楽しかった。
はい、というわけでね、人狼チームの勝ちということで、またこんなゲームができたら皆さんに見ていただければいいなと思います。それではぜひ、チャンネル登録じゃあちょっと空海に言ってもらおうかな。人狼だって空海に、チャンネル登録、高評価、コメント、そうあの得意のプロの感じで、ぽい。はい、それでは皆さんチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。バイバーイ。